ペリーは、アメリカ海軍の駆逐艦、総海駆逐艦、クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名は、オリバー・アーハザード・ペリー大将にちなむ。その名を持つ艦としては三代目。ペリーは、ベアアイランド海軍造船所で1920年9月15日に、寄港し、1921年10月29日に、アンアール・スカッター・プジンによって、浸水。 館長リチャード・イイチ・ブース・タイの指揮下1922年8月7日に収益する。竣工後、1923年1月17日にサンディエゴを出て行動を開始するが、間もなく予備艦となり、1930年4月1日に再収益する。再収益後はカリフォルニア方面での演習に加え、夏季には、 上院メンバーのアラスカ視察旅行のために行動した。向こう10年近くの間、ペリーのスケジュールは、東太平洋、西大西洋及びカリブ海における艦隊演習及び陸軍、海軍、沿岸警備隊の3者による合同演習などで埋め尽くされていた。1940年4月2日、ペリーは戦艦アリゾナを護衛してサンディエゴを出港し、 太平洋艦隊の新しい母港である、真珠湾に向かった。真珠湾に到着してから5ヶ月の間は、ハワイ水域で、紹介任務につき、10月に入って、総海駆逐艦への改装工事を受けるため、真珠湾の海軍交渉に入った。1940年11月19日付で、DMS-17 に再分類され、1941年1月に、 第二機雷軍に加わった。春に入って、サンディエゴに向かい、7月1日に再び、アリゾナを護衛して、真珠湾に向かった。真珠湾攻撃当時の1941年12月7日、ペリーは、真珠湾に停泊中であった。ペリーは、日本機一機を撃墜し、攻撃の嵐が止んだ後は湾港に出て、紹介と総会任務を行った。 この任務は1942年5月31日まで継続され、任務終了後はカリフォルニアに向かい、メアアイランド海軍造船所で整備を受ける。整備後は7月31日にメアアイランドを立ち、真珠湾までの船団護衛任務を行った。まもなく、アリューシャン方面の戦いに参加するためコディアックに進出。以降1943年8月15日の コテージ作戦でキスカ島を奪還するまでの間、ペリーは北、太平洋方面で総会と救助及び補給部隊に対する護衛任務を行った。ペリーは9月8日にアダック島を離れ、真珠湾を経由してサンフランシスコに到着し、修理が行われた。11月27日に真珠湾に戻ると第5艦隊に加わり、来るギルバートマーシャル諸島の戦いに備えた。 1944年1月31日、ペリーはクエゼリン艦渉沖に到着して輸送船白地の対戦警戒に当たる。5日後、輸送船ダムを沼山で護衛。4月3日、第二機雷軍の一艦としてニューギニアの戦いに参じた。3日後、ペリーはミルン湾に到着して第7艦隊に合流。第77.3任務軍と共に行動し、 対戦紹介と護衛任務に就く。4月22日に空いたペオキに着き、タライ島とアラ諸島間の海域の総会を行ったほか、対戦紹介と火力支援任務を行った。5月6日までニューギニア方面で作戦行動を行った後ソロモンを経て、第5艦隊に再び合流し、 次のマリアナパラオ諸島の戦いのための準備を整えた。ペリーは第51.17任務軍に編入され、6月13日にはサイパン島沖に到着して、第58任務部隊から分派されてきた戦艦の火力支援の下敵前総会を開始する。総会作業は翌日には終わり、その後は上陸部隊への支援を行い、 また、迫る日本艦隊との対決を前にできるだけ多く、輸送艦艇を守る護衛任務も行う。ペリーは6月26日にサイパン島沖を離れて、エニウェトク干渉に向かい、第53.1任務軍に合流した後は、グアムに向かった。7月14日から20日まで、ペリーは、グアムの戦いに先立って、上陸予定海域の総会を観光し、 七月二十一日に戦いが始まった後は火力支援部隊に加わった。五日後にグアム沖を去ってエニウェトクに向かうが、その途中でロタ島に対して艦砲射撃を行い、輸送船団を護衛しつつエニウェトクに到着した。ペリーはソロモン海域に開港されて演習に参加し、来るパラオ方面での戦いに備えることとなったが、このパラオの戦いが、 結果的に、ペリーの戦歴の最後となった9月6日、ペリーを含む第2機雷軍は、フロリダ諸島を出撃。9月12日に、ペリリュート沖に到着して、総会任務を開始しようとしていた。8時11分、機雷が爆発して、ペリーのギアが損傷するものの10時28分までには、ギア交換を終え、午後の早い頃には、元の任務に戻る体制となり、夜に入って、 掃海作業と対戦紹介を再開した。翌9月13日も朝早くから掃海作業を続行していた。14時18分、ペリーはアンガール島沖に至ったところで、船体中央部を中心とする激しい水中爆発に見舞われる。主機械はすべて動力を断たれ、完全砲の過失も悪化した。蒸気や燃料が艦の至るところから吹き上がり、 船体は30度に傾いた。傾斜は刻々と増していき、14時20分に、艦長は、総員体艦を例した。両艦の不設駆逐艦、プレブルが接近して、ペリーを生かそうと努力したものの効果はなく、15時15分には、すべての乗組員がペリーを退去した。ペリーは16時5分に横転し、船体を2つに割って2分後の16時7分に、 40ファゾムの海底に沈んでいった。ペリーは第二次世界大戦の功績で6個の従軍聖賞を受賞した。ペリーの生存者の一人であるラリータンクスはペリーとペリーと運命を共にした乗組員仲間のことが忘れられず記念品の類を収集して回った。1999年になり、 パラオ水域の沈没した日本軍艦船の捜索で定評のあったパラオのダイビングショップフィッシュ N フィンズに海底のペリーの捜索を依頼する。ショップのオーナーは初記録をもとにペリーの捜索を決定し2000年5月1日にタンクスタチアのもとで捜索を開始。これまで幾度となくペリーの捜索は行われていたがすべて失敗に終わっていた。しかし、 開始後4時間余りで水深75メートルの海底に2つ折れの状態で横たわるペリーの船体を確認することができた。この日はタンクスの78歳の誕生日に当たっていた。なお、沈没地点はテクニカルダイビングの技術を取得したダイバーでないと到達できない場所である。ありがとうございます。